エマニュエル・トッドっていう人工学者がいまして、で、世界の多様性とか、まあ結構面白い本を書くんですけれども、で、このエマニュエル・トッドが、朝日新聞でですね、インタビューを受けていた時に、朝日の人がインタビューしてるのに対して、それをどうして日本は核武装しないんですかみたいなことをフランスから聞かれて、え、何言ってんですかみたいな朝日新聞の記事の方がですね、赤宮さんという有名な方が聞いてましたけれども、冷静に考えてみて、日本こそ核武装する権利あるでしょうと、その一回落とされてるのが落とされないために核武装するっていう、そういう選択しないんですかというふうに言ったら、いや、それは、うわーみたいな感じでですね、これ朝日新聞が答えられないというのが紙面でね、昔、もう何年も前になりますけれども、エマニュエル・トッドで、やると出てきますね。私にとっては印象的でした。一番大事なのは何かと言ったら、核兵器をとりあえずですよ。とりあえず。世界からなくなって、世界中で、その核兵器によって亡くなる方がいなくなればいいなという、その願望は願望として結構だけれども、まずはですね、自分の国が核兵器で攻撃されることを防ぎたいというふうに考える。これは私ね、当たり前のことだと思うんですね。もしですよ、廃絶をするとするならば、一世のせいでですね、一気に廃絶しなきゃ意味ないわけです。しかも、その約束を破った人が必ずいないっていう状態の中でやらなくちゃいけない。これ相当難しいですよね。それ本当にそんなことできるのか。で、じゃあ、朝日新聞は、どんなことをまだ書いているのか。核兵器はいかなる形であれ人間社会にあってはならない。核なき世界を目指すための国際規範が、いよいよ法的な効力を備えることになった。どうですかね、私は核兵器をいかなる形であっても人間社会にあってはならないっていうふうなこの言い方ね、核兵器さえなければ不幸が減るという考え方だと思うんですけれども、私ね、この時にいつも思うことあるんですよ。使わない核兵器をですね、持っている分にはですね、誰も亡くならないわけですよね。だけどそのもちろん使ったら悲劇を訪れるんだけど、じゃあ悲劇っていうのは核兵器だけで訪れるかって言ったらですね、そうではなくて、例えばね、私一時期一生懸命調べてたんですけど、ルワンダ、土族と仏族がです、作られた部族意識でね、こう対立して、その怨念が爆発してですね、大虐殺に至るという1990年代の悲しい現実ですけれども、この時、正確な数はもうわかりませんね。だけれども、80万人から100万人ぐらいの人が殺されたんだろうというふうに言われてるんですよ。じゃあこれ核兵器で殺されたのかと言ったらですね、違うんです。ナタですよ、ナタ。しかもね、1個10セントぐらいのナタです。で、このナタでね、隣人が隣人を殺しちゃったりですね、いろんな悲劇があったわけですね。赤ちゃんを壁に叩きつけたとかですね、まあそういろんな残ってますよ。で、そういう悲惨な証言とかを見る限り、人間にとってですね、本質的なのは、こういう野蛮な暴力をどうやって抑えるか、抑え込むのかっていうことが、大事なんであって、核兵器さえなくなれば、それ全部野蛮な暴力がなくなるんだっていう考え方が、まず私は第一にですね、おかしいというふうにも。核さえなければ、あとは平和と。そんなことないと。で、もっと言うならば、通常戦力で、戦争するだけじゃなくて、各ご家庭にあるですね、包丁とか、ナタラとか、そんなものでも、実はですね、大量の人が亡くなるということに、実際に結びついてるわけですよ。だから怖いのは、この兵器とかですね、物自体じゃなくて、実際に怖いのは人間の心であり、人間の暴力なんですよね。だからその人間の暴力をどうやって抑え込むのかということを現実的に考えなくちゃいけない。核兵器のですね、禁止条約が発効したからといって、核保有国は、はい、じゃあ核兵器を持つのをやめましょうとなるかということなんですよ。ならないでしょう。そもそも核をね、不拡散条約なんていうのは、もう核保有国は核兵器持ってるけど、新しく持つのはダメですよと言っても、まさに既得権益みたいなものなんですね。この核兵器持ってる国の。でも一旦持ってしまった国にね、捨てろ捨てろといくら言ってもね、これ捨てないんですよね。で、そのね、いい例だと思うのは私は北朝鮮だと思いますよ。もしね、話し合いによって、核兵器の廃絶への道があるとするならば、誰でもいいですからね、朝日新聞のね、社を挙げて、北朝鮮のですね、キム・ジョンウンに会って、核兵器を捨てろと説得してみてくださいよ。本当に驚くべきことなんですけれども、70年代、80年代にですね、1900ですよ、ヨーロッパ初の核廃絶運動というのがあって、学生がですね、核兵器やめようっていう若者の声をとかっていうので、日本でも盛り上がってたんですけれども、この日本で盛り上がっていた運動、ヨーロッパにこの支部があると、こういうことになってたんだけど、そのヨーロッパにお金を流していたのは北朝鮮なんですよ。その北朝鮮で誰がそういうことをやってたかっていうと、
淀号ハイジャックで日本からですね、行った学生運動の人たちが、完全に北朝鮮で、チュチェ思想っていうのに洗脳されてしまって、で、行った。で、何をやったかって言ったら、チュチェ思想に基づいてですね、核兵器をなくそうと言ってるわけですよ。じゃあ核兵器なくすことを目指してるのかなと思いますよね。実際北朝鮮は何やってたかって言うと、その間、核兵器をずーっと開発してたわけですよ。つまり他の国にはなくせと。で、俺の国は作るっていうね、これ最悪ですよね。だから、こういうことをやってた国実際にあると。そういうことを忘れちゃいけないと、私は思いますね。この歴史的な国際、枠組みを歓迎する輪の中に日本政府は加わろうとしない。戦後75年の間、原爆の実相を訴えた国でありながら、政府が貴重な条約に背を向ける矛盾をいつまで続けるのかと。まあ怒ってるわけですよ、朝日新聞。だけど、世界から見たらですね、日本は、アメリカの核の傘に、の元にあるんですよ。だから核はいらないって言って、いや、それお前アメリカに守ってもらってるやんと。アメリカの核の、ね、傘から飛び出た上で、日本が言うならまだリアリティあるけど、もうこの傘はですね、雨が降ってきた時に、雨漏りしないかどうか、これはわからないですよ。ズタボロになっているかもしれない。ボロボロになって、もう傘としての役割果たしてないかもしれない。だけど、世界からはそう見られてないわけです。核の傘の元にあるというふうに見られてるんですね。もしですね、アメリカが核兵器をですね、廃絶して、北朝鮮や中国が核兵器を残してるなんていう事態になったらですね、日本はこれ本当にね、苦しい立場に追い込まれるわけですよ。アメリカがじゃあ例えばですよ、核兵器廃絶に向かったって言ったら、朝日新聞喜ぶでしょ。私は悲しみますね。やっぱ中国と北朝鮮が核兵器なくなったって言うなら、それは私喜びますから。でも喜ぶ前に私本当かなと思いますね。いつもなんかこう、嘘ついてこう、廃絶したしたって言ってるだけじゃないのかなというふうに疑って思いますけれどもね。核を絶対悪とする倫理を浸透させる効果はある。核を絶対悪。まあ、これね、政治哲学とかやってると絶対悪、根源悪ってものあるのかっていうね、こととか考えなくちゃいけなくなるわけですけれども、核兵器が絶対悪だっていうのはね、これは本当にちゃんちゃらおかしいと、こういうふうに私は思いますね。日本の戦後の防衛をですね、守ってきたのは自衛隊と日米同盟ですけれども、その日米同盟の中の一つのですね、大きな機能として核の傘というのが日本にあるわけですよ。だから核によって抑止によって日本は守られてきたわけですよね。だから核兵器がもし日米同盟になくなっていたらですね、それは通常兵器によって侵略を受けた可能性は否定できないわけですよ。そうやって考えてみますとね、この核兵器を絶対悪だと言い切るのはね、私はこれ無理があるというふうに思います。同じなんですよ。包丁だってこれを凶器として使ってたらですね、悪い存在だというふうに見えるかもしれないけれども、家で使ってる分にね、これ絶対悪だという人いないわけですね。私はこの兵器とか物とか、物の方が好きなのかわかりませんけれども、物とかをね、こうなんか絶対視して、この物さえなくなればいいんだっていうふうに考える考え方っていうのが、単純すぎると思いますね。人間の心ってもっと複雑で、人間の心にももっと闇の部分がある。で、そういう闇をですね、それは私にあるだけじゃなくて、一人一人の中に闇があって。でもその闇をですね、その暴力っていう形で出てくることをどうやって抑え込むかっていう。これがやっぱり一つの文明社会のですね、これ一つの大きな知恵なんですね。で、だからもう最低限の法律とかですね、道徳とか、慣習とか宗教的なものとか、いろんなものによって人間の自由っていうのはですね、制限される。で、制限される中で、自由を最大限謳歌しようとする生き物なんですよね。だからそうやって考えてみるとですね、私はこれを絶対悪というふうに言うんじゃなくて、絶対悪っていうものが潜んでるとしたら、それは人間の中に潜んでるのであって、その物に潜んでるというふうに考えるのは、私はこれはおかしいと思います。